次は高校サッカーです。夏のインターハイ出場をかけた県予選は準々決勝が行われました。鹿児島城西対鹿児島は指定対決となりました。ベスト4進出をかけた準々決勝、鹿児島城西対鹿児島。鹿児島城西が初めてインターハイに出場した時にメンバーだった新田監督と、その当時鹿児島城西を指揮した小久保監督、監督同士の師弟対決にもなりました。前半30分、鹿児島は10番徳重のクロスに9番宮原、ここはキーパーに阻止されますが何度もゴール前に迫ります。後半31分には鹿児島城西2番の吉田がシュートを放ちますが、こちらもキーパーの好セーブに阻まれます。互いに譲らぬ展開が続き、試合は延長戦に突入します。最後の最後、意地を見せたのがゴールドのユニフォーム鹿児島城西でした。延長後半の終了間際、キーパーのパントキックから9番大石が右足一閃、これが決勝点となり、鹿児島城西が準決勝進出を決めました。いつもやってることができなくて、勝ったんですけど、とても悔しい試合になりました。絶対全国出たいです。一方、鹿児島実業の森下和也監督と鳳凰の仁田尾博之監督、ともに鹿児島実業出身の同門対決です。試合は後半に入り、鹿児島実業が攻勢を強めますが、チャンスを決めきることができません。0対0のまま迎えた延長戦でも決着がつかず、勝負の行方は PK 戦へ。先攻の鳳凰が5人目まで終えて4対3、鳳凰は止めれば勝利が決まります。守護神森が止めて鳳凰が勝利。鳳凰は初のベスト4進出です。もう最高に気持ちいいです。体を張ってゼロで抑えたいと思います。もう一つステージ上に行きたいっていう思いが選手のプレーに随所に見られましたんで。その他、湘南と神村学園が明日の準決勝へと駒を進めました。決勝戦はあさって午後1時から、 KYT では決勝戦の模様を26日午前10時25分から放送します。